始まりました。チームハイヤー VS チームルーベのつぶつ。チームハイヤーからは、いや、今回もか。ハイヤーストロマンペア。AUK エルシオペア見たいですけどね、つぶつ。そしてチームルーベンからは、ベイル選手とダークエンジェル選手のペア。ハイヤー、ソルマンペアは、メガナイト。ラムライダー、ですかね。まだラムの影は見えません。ラムライダーでした。ここで近畿度成功。ハイヤーソルマン4人1組の大会ですか、まあ、4人1組のチームよりは3人1組ですね。もうあります。3から4人1組ですよ。ただオーダーに入れれるのは、3人までです。だから4人チームの残り1人は、サブメンバーとして補欠として、ね、入ります。剥がす高めのメガネの展開、攻めにつなげていく。ハイヤーソロマン、さあランバージャックを生かしにいくのはこれですね。ロイヤルジャイアントチームルーベン。そしてバンカード見ていくとトルネードですね。トルネードとゴールドナイト。さあロイヤルジャイアントレイジン乗りながらタワーを削る。さあライトニング、さらにダメージを稼ぐチームルーベン。ダメージリードを掴んでいるのはチームルーベン。ダブルメガナイト、エリスピン飛んでいく。その片方割った後に引っ張りました。どうだ、両サイドの防衛、ラムがある、ラムがある。ここはロリードの人が引く。ダメージ抑えました。さあ右サイドは許容することができる。ダメージ並んできましたね。チームルーベン追いついて、いやこれ逆か、チームハイヤーが追いついてきた。高めのゴブリンの上ステールの削りを展開しています。サラムは右サイド引っ張るトリトン。お、これメガナイトがまずく処理してタワーにダメージ。さあ稼ぐぞ、一発届けた。ハイヤーソロマンジジ。AUK L ショップ2プツで出しても良さそうではありますけどね。やっぱりハイヤーソロマンのが歴が長いのかな。 2V2 は。この WEDGM というチームのハイヤーソロマンはね、長い間この 2V2 ペアとして活躍をしていました。さあメガナイトからのスケルトンラッシュ。さあに対してはこれベイル、ダークエンジェルペアはランバージャックがある。メガのジャンプは届きません。さあランバージャック生かすとなると、まあ、ラムライダーになるのか、それとも、バルーンもありますね。スケルトンラッシュ、あ、ダーか。
あのランバージャックのバルーンスケートラッシュ 2V2 で結構ね使われているので、先ほどねチーム麦 KK ジャックペアはそのランバーバルーンスケラフリーズに苦しめられました。おお、お互いにスケルトンキング 2V2 だと2人で16枚のカードを使うことができるので、どちらかの選手がフリーズを持っていることがこのバルーンデッキであったり、あとはスケトラッシュデッキだと多いですね。お互いソウルコール使うことはありませんでした。このインフェルドラゴンに対してもエリビスがあるので対応はできている。さあここでターゲットチェンジを入れてメガゴを残してスケルトンラッシュ、フリーズタワーを固める、ファイアボール5プラスフリーズのダメージでエリビスの処理、ダメージリード取っているのはチームハイヤー。さあ来ましたバルーン、波状呼吸スクエラの次はバルーン。さあフリーズは先ほど来ているので、ここでフリーズは出ることはないか。ただレイジに乗ったバルーンがタワーに向かう、ここはインフィニドラゴンレーザー光線を抑えます。ただ爆破ダメージは耐えてる。さあここで今回カウンターランバーバルーン、いやこっちを持ってるよとフリーズを見せていく。さあメコンダメージで抑えられるか、一発いや通した。さあ爆破ダメージも合わせてここでチームルーベン追いつきます。さあスケートの魂をスケルトンキングが吸収。来ました、これがしたかったバルーンスケルトンラッシュ。嫌な雨エリビスを削りながらファイアボール。さあバルーン、バルーンが削れてない、 HP マックスのバルーンがタワーに向かう。ファイアボールノックバック、チームルーベン抑えるがフリーズ決めた。チームハイヤー、この 2V2 の強さがこのチームの売りです。